井口駅は、広島県広島市西区井の口明神2丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M26。1924年4月開業。宮島線の草津町駅から廿日市町駅までの区間が開通した際に設けられた4つの中間駅のうちの1つである。開業当初は、井の口と表記されていた。2面2線の地上駅。 互いのホームは斜め向かいにずれて位置している。路線の起点から見て、手前にあるのが、広電西広島駅方面へ向かう、上りホーム、奥にあるのが、広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホームで、両ホームの間には、踏切が設置されている。すなわち上下線とも電車は踏切を過ぎてからホームに停車するようになっている。駅が、 このような構造となったのは1982年からのことで客が電車に乗ろうと踏切を無理にくぐってホームへ渡るのを防ぐための装置であった。上りホームの広電西広島寄りにはかつて宮島線で運行されていた鉄道車両線。下りホームは2011年に改修され広電宮、島口方向へホームが延長された。合わせて手すりと スロープが備え付けられ、バリアフリーに対応している。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとでは、プラスマイナス500の誤差があり、 一日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。井口も山椒西部埋立第2公園内に残る商工井明神駅前後は西日本旅客鉄道山陽本線との並走区間。下りホームの南側すぐ横には国道2号も走っている。駅の北側は旧井の口村地区であり、井の口鈴賀台や井の口台などの住宅街が広がる典型的なベッドタウンである。 南側は1970年代以降、広島市西部開発事業により埋め立てられた土地である。それまでは、国道の南側が海岸線であった。駅の南にある、西部埋め立て第二公園の中には、埋め立て前の海に存在した商工異名人という小島がそのまま残されている。住宅街やその先には、商工センターがある。なお、商工センターの最寄り駅は、 商工センター入口駅である。広島電鉄、宮島線商工センター入口駅、井口駅おさむ大競争中高前駅。ありがとうございます。